母が昔柔道やりたかったのと、父が護身術を習わせたいということで、たまたま祖母の近くに柔道場があったので、そこに通い始めたのが柔道との出会いです。柔よく剛を制すという言葉があるように、小さいものが大きいものを投げた時にやはり快感を感じます。カナダ代表として戦い始めた最初は不安もいっぱいありましたし、試合に勝てないこともあったんですが、昔から応援してくれてる方々のおかげで頑張れてますし、世界大会のトップにもなれました。また世界のトップの選手たちと試合できることに感謝しながら、カナダ代表として頑張ってます。加納治五郎先生の言葉に、勢力善用自他共栄という言葉があるんですが、その自他共栄というのを特に学んだと思っていて、他者と協力して信頼し合って頑張るっていうのが今でも響いてます。普段の体作りのためと、試合前のエネルギー補給のために飲んでます。味が美味しいのと種類が豊富で、またアスリートとしてドーピングには気を使っているので、 B レジェンドはその面でも安全です。主に BCAA、EAA、マルチビタミン&ミネラル、ビアファイバーを飲んでます。普段の食事では足りない部分をサポートしてくれたりとか、あと試合の際に最高のパフォーマンスをするために欠かせない存在です。競技にだけ集中するんじゃなくて、競技以外の食事だったりとか、あとは広い視野を持って貪欲に他の競技から学べるものがないかなど考えてやってほしいです。ちょっとつ盲信です。理由としては、カナダ代表にした時点でも私には後戻りができないので、もう前に進むのみということで、あとイノシシ年だからです。